もう最高でしたね。どうも、たくです。今響けユーフォニアム劇場版届けたいメロディー見てきました。いや、もうさすが京アニだなと。もう普通の劇場版とね、最初が全く違った。サファイアちゃんが出てきてカメラ持って、今から記念撮影をしなくちゃとか言って、でみんなでパシャパシャね、劇場のスクリーンを携帯撮って SNS で宣伝してねえみたいな、もうなんか変な乾いた笑いが起きて、変なね一体感が生まれました。劇場に内容がアニメ2期のストーリーなんですけど、僕は1期も2期もアニメで見てないんですよ。劇場版でどっちも見て、今回2期も初見っていう感じなんですけど、まあついていけましたね。ちょっと総集編感を感じたところは、最初の音楽室でアロハシャツ着たおっさんがコーチみたいにしてたのと、大前ちゃんのエピソードがちょっと薄かったかなって感じましたね。アスカ先輩のための90分だから、アスカ先輩のストーリーだけでも良かったかもしれないね。そのぐらい完璧だったもん。もう今思い出すだけでもやばいけど、アスカ先輩の子供の頃の改造入って UFO を喜んでもなんか持ってる姿見たら、もうあそこやべえわマジで。どんだけ可愛いね本当に。うまいこと本当にね、13話をよくまとめてるなって。本当に今日はにすごいね、そういう力がね。映画だけの演出だなってすぐ分かる演出もたくさんあるんですよ。電車の中でレイナと大前ちゃんが話してて、3年生もう受験だもんねみたいな話してた時に、塾のチラシをパッてインサートみたいな感じで抜くみたいな、あれ絶対テレビでやってないもんね。多分映画独自の演出みたいな、そういうね、映画だけだなここみたいなのがたくさんあって、俺初見なのに初見じゃねえみたいな。やっぱ音だね、音が素晴らしいね。演奏もね、やっぱテレビシリーズも13話見てる人はやっぱここを見に来てるんじゃないかっていうぐらいのすごい迫力で、もうレイナのトランペットもプー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 なって、部長のソロパートもやばかったよ本当に。石原監督さすがだね。春日の文化祭のライブ作っただけあるわあの人、本当にもう完璧。僕がつけた点数は89点です。こっから新作2部作もすげえ楽しみだね。1作目が山田直樹監督で、2作目が石原監督なんだけど、なんでここで初めての山田直樹監督使ってくんのかという方で、なんてなんだろうみたいなさ、軽音みたいな緩い感じ本当やめてほしいね。 UFO はガチガチでいきたいから、そこだけが俺ちょっと不安なんだよね。もう2部作やるんだったら、夏希ちゃんをスタメンに使ってくださいよお二人。俺が推してる夏希ちゃん、 UFO 聞きたいぜ。夏希ちゃんのすごい1年生入れてスタメン落ちで打つエンドとかやめてください本当に。結構昔の京アニファンとかね、ラッキースターとか春日の時代の京アニファンだったらユーフォニアムとかね正直見てないかもしんない。でも俺からしたら春日と同じぐらい、いや最高かもしんない。京アニでユーフォニアもそのぐらいクオリティがめちゃくちゃ高い作品なんで、テレビシリーズでも劇場版でもどっちでもいいです。見てください。じゃあ最後に響けユーフォニアムの来場者得点開けていきたいと思います。夏希ちゃんキボンヌです。うん、まあ、アスカ先輩でもいいけど、どっちかだね、この二人どっちかで。さあ来い来い。ああ、ご視聴ありがとうございました。今後もですね、映画は当日にレビュー動画上げていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。10月はビッグタイトル、フェイトが来ますよ。10月14日、ロードショーなんでね、ぜひお楽しみにしてください。